どこだ。あれ4匹目だ。よし、食った。嘘。マジで。カモ。カモよこせ。パターン変わってないでくれよ。使いやすいなこの竿。竿は良かったです。なんか こういう感じってイメージがあって買う竿は大体成功するんで、久しぶりにそういう感じで竿ありきじゃなくてやりたいことありきで買えた気がするんで、なんかいける気がします。今日はお、怪しいのありました。あ、プリン投げつけられた時のゼリー、ゼリー、こういう焼いた気味のここいそうなんだよな。たまんねえな、たまんねえ。対岸の人が釣れますよ。どっちかが釣れれば自信できるじゃないですか。ね、この間この時点でカバスキャットでも釣ってるから。ああ、そうですよね。このエリアで。はい。カバスキャだともう一個奥まで入れられるんです、そうですね。バックシータージャパンだったらそれは確かにありかもしれない。でも俺は基本多分ビビって山田さんより1個手前しか打ってないんで、あんまり大丈夫だとは思うんですけどね。この前もそれビビってる場合じゃないっていつもやんない、1個奥に入れ出してからようやくバイト出せたんで、山田さんは絶対俺より1個奥なんだなって。なおさらこのルアーじゃない気がするね。いやでもこの前それの反応完璧でしたからね。もう田中はもう俺のこのリグを投げてることを魚探として考えてるからやめんじゃねえぞって気持ちあるんですよ。俺やりきりますよ、竿まで買ってるし、途中で変な浮気はしないと思います。とりあえず牛久沼の魚を1匹釣るっていうそれだけなんで、俺はもうそんな50とかいらないんで、38とかでいい、それで脳汁出せるんで。ちょっと釣り子釣りましたみたいな。はいはい。頑張って FG ノートも結んできたんで、ここら辺でワンバイ粒ぐらい欲しいですね。反応が
号になってからですよ。この前も5号だったんで。そんなことないかな。はい、今は10時ちょい。ああ、あれ10時ちょい。釣れたらでも15時ぐらい。はい。でも最後総選挙終わって残りラスト2時間ぐらいでも2バイトは、はい、ちゃんと食っては来てたんで。午後はダリーって感じで浮き出してから食い出すのかな。うん、おがねえなーって感じで。なんかそういう時間割のイメージはダムでもどこでも。この前反応が出てたのはでもあそこまでですもんね。あの先の浅いエリアはちょっと一回息継ぎしてて。わかんないですよね。こっちがこんだけ反応ないですからね。あんさんプランの時全部魚釣っちゃうからな。今日が本番なのに。わからない。いや着込んでるし、降るなら降ってくれてもいいよ。山田さんの最後の一匹ポイントに近づいてきた。違うよ、最後の一匹じゃない。ここだって人がいたところでしょ。はい、ここでちっちゃいの一匹釣って。いや、そっちのそっち、こっち回り込んだとこですよね。あれが最後じゃないから。最後は43点はどこでしたっけ。もうちょっと先。あ、もうちょい先もまだ。あ、おし食った。カモ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 よこせ。でかいよお前。カモよこせ。カモだって何やってんの。でかい50オーバー。よっしゃー、釣れました。ちょっと落ち着いて俺。うわー、でかいでかいでかい。ちょ待って。よっしゃ。いやーやったー、牛久沼。いやー、牛久っぽい。ブルースホッグ、ブルースホッグに来ました。でかいっすね。やったー。うわー、太いブルースホッグねえ。この前山田さんにもらったヒントからね、えもうまるっきりマネのタックルですけど、こういうのが釣れるんですね。ちょっと長さを測ってみたいと思います。これは久しぶりに大きな魚釣った。よいしょ、いきます。いってる。いってない。いってる。51。よかったね。51cm、あ、ここ51でいいですかね。あ、それは1じゃない、 1.5 ぐらいあるじゃないですか。はい、50アップ。いきます。ちょうど2キロ。2キロ。2キロですね。やったー。ありがとうございます。50アップ。牛久沼最高。いやー、
いいよ。じゃあ来たー、やったー、じゃあニヤします、ありがとう。こんな感じで、新しく出たアブのベルサートの67ミディアムライトにグラビアスのハイギア、それに P ラインの 1.5 号リーダー20ポンドフロロカーボンで組んでいて、で仕掛けがこんな感じで今もう船に弾け飛んでるんですけど、ブルースホッグ、ね、今手取れちゃいましたけど手がついた状態で、これダディノーマル、ノーマル3インチのやつですね、一番最初に出たやつで、この前から具合のいいゴロスっていうこのタングステンシンカーサニーブロスのやつに、まあヘビダン、まあ山田さんに教えてもらった本当まんまのタックルなんですけど、こんな感じで釣れております。ちなみにちなみにピンク色のこんな感じのね、ヘビダンタックルでやってみております。じゃあ引き続き頑張ります、今日はいけるぞ。はい、というわけで帰ってきました、牛久沼で久しぶりの50アップっていうことで、いやー長かった。動画でね見返してみると2016年頃に最後にバスを釣って、それっきりね1匹もね釣れてないんですよね。決して行ってないわけではなくて、結構好きなシーズンにね牛久沼ちょいちょい通ってはいるんですけども、なかなかね、バイトに持ち込むことができなくて、それでまあお蔵入りというかね、なかなか動画にできなかったんですけども、ようやっとね、嬉しいっていうサイズのバスが釣れたんで、ちょっとね動画にまとめてみました。それでもってね、忘れないうちに今回どういうタックルで、仕留めたのかね、これをですね、まあ、せっかく50アップも釣れたんで、切々と、語っていきたいと思います。まずね、タックル、これねグラビアスにベルサートってね、アブの新しい竿の組み合わせで、このベルサートなんですけども、実際にね、大きなバスをかけて、気づいたことなんかもね、いくつかあるんで、そんなところも、語っていきたいと思います。まずですね、そうリールのところはこれね、いつも使っているジーニアスプロジェクトのグラビアスね、リールで、まあ、最大ドラグ力は高いんですけども、まあドラグの効きもすごい、いいよ、ね、出て行ってほしい時に出て行ってくれる、ね、止めたい時に止められるっていうことでお気に入りで、こういった、仕掛けの時に使っているんですけども、これね見てください、 PE ラインすごい色でしょこれね、PE ラインの 1.5 号っていうね、番手ですね、これを使っていて、これがねちょっとねちょうど巻いたばっかりなので、こういう感じの PE ライン、ダイワの、8本寄りのですね、高強度スーパー PE 素材、ね、なんか書いてありますけども、まあ値段も書いてありますけども、キャスティングのなんかセールでねこれ1100円ね、150メートル巻き売ってたんで、あーこれシーバスなんかに使いたいなと思ってね買ってたんですよね、1.5 号のねやつね、そうしたところですね、なんとですね、入れるとすごい色なんですけど、今回大活躍してくれたっていうことで、8本寄りの P ラインなんで、その若干あとコーティングもしてあるのかな、張りがあるんですよね、これによってああいう足際なんかを、テンポよく打っていく時に、使いやすいっていうことで、メインラインは、PE ラインでセッティングしております。そしてですね、これが 1.5 号で24ポンドのパワーがあるよっていう糸なんですけども、リーダーをつけております。リーダーがですねこちらね、バリバスのアブソルートの20ポンド、メインラインが24ポンドで、でそのなんだろうリーダーの部分が20ポンドっていうことで、こういう組み合わせで使ってますね。これはまあそのまんまメインラインにね使うような糸なんですけど、めっちゃくちゃ強い、ね、ちょっとねお高めのフロロカーボンラインなんですけども、
あ、張りがあるんだけど癖はつきづらくて、あと根ズレにはめっちゃ強いっていうね、ほんとね、リーダーとして使うにもね、めちゃくちゃ使いやすくて、それでもってこういう風に、ボックスに忍ばしておくとですね、永遠にリーダーとしてはね、もう何回使えるんだろうってぐらい使えるんで、こういうねアブソルートの今回ね20ポンドをリーダーにして、まあこれによってその実際の釣り上げた時のね、やつなんか見返してみてもですね、結構ややこしいところで魚かけてるんですよね。だけどもなんかこう50アップありましたけど、引っ張り出せてこれたっていうね、ここは貯めたいっていう時にしっかり貯められて、それでもってファイトの時もね安心感を持ってやり取りができたっていうことで、このメインラインに P ラインの 1.5 号、そしてこうリーダー部分には20ポンドっていうね、こういう組み合わせ、これね先輩のね山田さんに教えてもらったセッティングなんで、まあ山田セッティングとでも言いましょうか。本当にねこれでねめちゃくちゃね先輩がねいい釣りしてるんですよね。例えばノーシンカーの釣りの時とか、あとはこういうダウンショット、あとフリーリグなんかもいいって言ってたかな。すごいねこのセッティング P ライン 1.5 号に、こういう20ポンドリーダー、これでもうちょっとね強めのカバーを狙う時は、例えばこっちの P ラインを2号直径にして、こちらのリーダー部分を25ポンドなんかにしても、すごい使いやすいよっていう風に言ってたんで、ただ今回の肝になったこういうヘビーダウンショットのね、釣りにはですね、この 1.5 号プラス20ポンドの組み合わせが、使いやすいよっていうことでね、この組み合わせでやってみております。で、仕掛けのところに行くと、ルアーがですねブルースホッグですね、これボトムアップのブルースホッグにこういうタングステンシンカー、これ 7g のシンカーなんですけど、これはね、サニーブロスの、ゴロスっていうシンカーなんですが、まあこういう感じでちょっとシンカーをね、固めのタングステン素材で、まあ要は小型になるんですよね、小型なタングステンのシンカーで 7g でっていうので、こうすり抜けを良くしているのと、そのゴミの引っかかりとかね、を少なくしているっていうところで、それでもってこのねこんな感じですね、ワームのところでいくとですね、ちょうど引っ張り出してきたんで、まあこういうブルースオークの3インチですね、これを具にして、それでもってこの針のところはですねこういう感じで、スーペリオフックの10番、カバー用オフセットなんていう風に書いてありますけども、まあなんやかんやねこの針ね使うとねほんとかかりがいいんで、最近お気に入りで使っているんですが、スーペリオフックのねちょっとまあ太軸ですね、この、CO フックっていうシリーズなんですけど、こんな感じのこの組み合わせに、こういうタングステンの 7g シンカーを合わせて、で、リグを組んでおります。このねなんともエビ、まあ基本的にはエビっぽいんですけども、中層でこうシェイキングなんかをすると途端にちょっと魚っぽくも見えるっていう要素もあるみたいで、ほんとねまあまあよーく釣れるルアーなんだと思うんですね。で、実際のね釣りのシーンを見ていくとですね、あこれねあってねなんかね追っかけてきたの気づくんですね。そんですかさず入れ直してここら辺にいるんじゃないかなってところでシェイキングを重ねていたら、ラインがこう走って、ここをグリ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 っとね、なんかいろいろややこしいものを、乗り越えて、水面でこんだけね、重さが出てバシャバシャしてるんですけど、全然、タックルはへたらずにですね、よっしゃー、フッキングもしっかり、決めて釣り上げることができましたっていう、こういう流れなんですけど、この釣りのところで見ていくとですね、まあ、縦ストになんかいたバスが、一発目のキャストでなんかね横っ腹が見えたような気がしたんですよね。これをこうピックアップでこう上昇起動させている時に下からなんか追っかけてきたなっていう印象があって、それですかさずそのちょっと先に、このルアーを打ち直して、もうね竹の奥みたいな感じでねまたいで奥に入れ
て、で中層でね、保持しながらふわ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 こうシェイキングを入れてるわけなんですね。うん、そういった時にこの中層でバクって食って糸走ったって時に、これミディアムライトパワーなんですけども、50アップのところなんだろう、口にねしっかりとねガシッてかけることができたっていうことで、こういう感じでね、自分は針先をね一回も出さないようにしてるんですよね、リグる時に。これによって不意ななんかゴミ拾ってきたりとかが少ないようにセッティングしてるんですけども、大概こう一回針を一回出して、そんでもってしまい込んで針先だけね、それで腹筋を良くするってセッティングが一般的だと思いますが、ああいうややこしいところに入れてもですね、何かステイトとかに引っかかったりとか不意のねトラブルがないようにこう針先を隠している。で魚がかかった時にはこのワームを破いてプリンって破けて、それで針先が露出してフックアップっていう感じになるんですけども、そういう釣りが好きなんで、従来だとミディアムヘビーパワーとかヘビーパワーのね、釣り竿で、こういう釣りすることが好きだったんですが、今回ねこのねベルサートの ML っていうやつなんですけど、これねすごいねバットはねめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。だからフッキングをしっかりねフッキングするぞって感じでね竿を曲げていくとね、しっかりとこれがワームがね弾けて、それで針先が出て、それでフックアップしてね。で、ミディアムライトっていう表記ですが、これ結構まあ先端はねこういう感じで曲がる竿なんですけども、バットの方がねすごいねこう強いんで、ああいうややこしいストラクチャーねの中から、食ったやつもねしっかりと引きずり出して、しっかりと主導権を持ってねファイトすることができたんで、これはねがぜんちょっとお気に入りの組み合わせセッティングになりました。そんな感じでね、釣り上げてみたら、まあ50アップあったということで、およそ何年ぶりだ、5年ぶりぐらいになるのかな。いやー未だにね手に感触残ってますけど、やっぱり牛久沼でね一匹釣れると本当嬉しいですね。こういう感じのね、まあ脳汁が出るような魚を求めてね、引き続きと釣りの方は続けて頑張っていきたいと思いますので、またね、こうご期待ということで、もう何回かねちょっと牛久沼やってみたいななんて思ってますんで、まああとはね引き続きこれ、房総のリザーバーなんかにもね、持って行ってこのセッティング、どんな感じかななんていうふうに試してみたいので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら。こんな感じのね、タックルで、牛久沼でバス釣りをしたところ、50アップのナイスなバスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。